星野。アディショナルタイムで入りました。3分シュートだ。星野決めました。今季3点目、アディショナルタイムで入ったばかりのところ、後半投入のメシノが決めました。1対0ガンバ。いや、サイドでこう時間を作って自分の得意な形ですよね、はい、カットインからここでもう一度切り返すんですけどもね、一瞬前が空きましたよね、湘南の方も。ただメシノ選手の打ったコース、素晴らしいコースでしたけどもね。あとはこうボールの質っていうのも、巻いて速いボール、素晴らしいコースでしたね。今日はベンチスタートのメシノが決めました。1対0ガンバが先制に成功。いや、本当にこう湘南のディフェンスをこじ開けたっていうようなね、ゴールでしたね、はい。